いや、凸凹参道だった気がするんだけどな。あ、ここ自転車ないとダメじゃん。あ、よし、ダートだった。あ、マグマの印に反応して大きな岩がブルブルと振動している。そうだよね。ここのヒントってどこでゲットするんだっけ？さあ、マグマ団アジト。あのな、リーダーの言うことは俺にもよくわかるんだけどな。超古代ポケモンを掘り出した。掘り出したり、人の隕石を横取りしたり、なんかそれってちょっとやりすぎのような気もするんだよな。お前どう思う？そうだよな。悪の組織ってわけじゃないんだもんね、本当は。マグマ団、アクア団が。いや、そんなこともねえか。奪ったりしてるか。さあ、グライナちゃん。よし。嗅ぎ分けるター、悠長だね。外せよん。悠長でも大丈夫だったよ。うわ、ホイールやめて。中畑がレベルアップしちまうのよな。どうしよう。やられちゃえばいいんだが。OK っていうか、こやつやられといて。いや、ここ威張る撃ってくるか。何気にまずいぞ。まずい。よく耐えてんだけどな。やっぱりなんか間違ってるよな。俺もグラードを見たいのに、まだ尻尾すら見せてもらえてなくて、イライラしてるんだ。あ、グラードのこと言っちゃった。なんだと、グラード。さあ、マグマ団の下っ端がヤジロン。ヤジロンがね、ちょっとここは変えるか。ガンプ。シャドボだね。地面だよね、岩じゃなくて。霊媚もありか。やっぱり冷静な気持ちを失っていたら勝てないな。そういえばグラードには尻尾なんてあるんだろうか。ふはは、もうすぐだ。俺たちの目的が実現する。
まだまだ簡単には奥へ行かせない。なかなかいいアジト持ってるよな。ドンメルズバット、ドンメルがマグニチュード打ってくると穴を掘るで倍食らっちゃうのよな。転がるでいくか。マグニチュード6。10万通らん。シャドボ。OK。ぐう、ここまで来ていながら。俺って倒すの簡単だった？うひょ、ここまで来たんだから教えてやろう。そうさ、この先にはグラードが眠っているのさ。松房様はたった今グラードのところへ行った。もうすぐ眠りから目を覚ますぞ。うひょうひょひょ。こいつ幹部かな、雑把か。幹部のホムラだった。さあドンメル、ドンメル鈍感よな。メロメロが効かない。まずこれ甘える一回入れるわ。甘える一回入れといて、キノコ、いや転がるか。マグニチュード5。よし、もともと特殊向きってか特殊のステータスかだもんね。なのでさあ威嚇。うん、威張る。いやこれがなかなか。ちなみに、吠える塔で中田とねバナナマンが戦闘に駆り出されることがあったんで、ちょっと中田には退場していただきましたけどこれね、中田には退場してもらってます。経験値入っちゃうんで吠えるでね入れ替わっちゃった。それがあったんだ。だからそこ戦闘ではエネコしか使わないという縛りなので。バクーダ、バクーダか。いやバクーダなら多分メロメロ通るんだよな。ただホームランも成長してやがる。オッケー、爆打なら大丈夫で、特殊向きステータスだから甘えるで A を下げれば、まあ地震やらマグニチュードの火力は下げられる。あとは火の粉火炎放射あたりが気合いダメはまずい気合いダメはまずいんだけれども、穴掘りくか。気合いダメ急所に当たりやすいんで。うわ、ド忘れか。まあド忘れだったら全然。うちのエナコリの穴を掘るは物理。耐えてくるか。
いや、言わなったり。いや、でも。いや、オッケーオッケー。A 下げてるからね。危ね危ね。素早さも低いんで、ひるみもない。こちらの穴を掘るを利用して、ドアスルを積んでく来やがるな。危ない。エネルだったらやられてたかもしれん。オッケー、ナコリンレベルアップ。ホームランも強くなってた。やられちまったい。うひょ、とこんな具合にお前と遊んでやっている間に松伏様がグラードをうひょっ回復するか。すっごい傷薬で。せっかくなんで中田も起こす。最高。お、まだ先か。元気の塊ありがたいよ。来た。マグマに眠るグラードンよ。何をしても目覚めなかったお前が求めていたのは藍色の玉。そうなんだろう。さあ、ここに持ってきてやったぞ。この輝きで目を覚ませ。そして本当の力を私に見せておくれ。何？あれが大地を司るポケモン、グラードン。グラードン、一体どうしたというんだ。藍色の玉ではダメだというのか。グラードンよ、どこへ消えてしまったんだ。お前か。あっちでもこっちでもちょこちょことうろつき回っていたようだが。なるほど、お前が何かご在庫していたんだな。いや、松伏さんに一回やられてるからな。マグマ団のリーダーの松伏さんが勝負を仕掛けてきた。ウラエナ、まあ威嚇ってとこでしょうが、うちのエナコリンのメロメロにかかれば、てめえなんざ行動させませんよ。さあ、吠えるはやめて。吠えるなしでお願いします。 OK で、ここで甘えるを入れて起点にしていく。突進。ぬるいぬるい。まあ突進であのダメージなら他も転がるを積ませていただきましょう。イバール、何気にまずいのよな。ただ転がるの火力上がるんだが、これがまずい。怖い顔。素早さだっけこれ。 S ダウンだっけ。あー、 S ダウンかやばいぞ。何気にさあ抜かれた。まあ、混乱さえ解ければ。いや、まずい。松伏さん、また立ちふさがるのか。ナイス。オッケー、あとは火力が上がった。いや、イバル通してくんな。自覚ある、頼む。4段階上昇。くっまずいこの野郎、すっごい傷薬使うしかないじゃないか。そう、コエルやめて。あぶね、コエルでね、バナナマンが来ちゃうから。
ただ4段階上昇してるぞ。よし、混乱解けろ。いい傷薬、それはこちらも使わせていただきますよ。いやまずいのよ、混乱解けた。ここイバル通されるときついんだが、よし。うわー、 90% 外し、ここで出るか。ホエールやめて、バナナマン来ちゃうのよ。これちょっとやられましょうか。居合斬りあたりで、ちょっとホエールでね出てきちゃうんで、あでも突進で、普通にやられそう。やばいやばい、倒しちゃう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 。あ、オッケー。さあここへ、まあえなこでいっか。オッケー。さあ、クロバット、このままでいいね。懐いてるじゃないか。クロバットにしてるとは。翼で撃つ。さあ、メロメロボディ。いいぞ。うわ、早い。判断が早いぞ。ただ起点になっているんだよ、それは。むしろ翼で撃つがタイプ1、意外と急所えなこまずいまずい、またしても負けるのか。まあここは10万でいいね。いや抜かれてるわ、早いね。うーわ、急所当ててくんね。まずいって、バクーダだろ最後。やべえ、10万通らない。レビ半減、シャドボしかない。角に来い。いや角に入ってるこれ。うわ、ド忘れそうだすいませんすいませんそうでした。いやー、えなこりん起こしたいぐらいだな。自信、これ耐えねえかもしんねえ。いや A はそんな高く、よしよし、相手は2回までだよな。危ねえ。我は雷、よくやったエネル。さあ松部さんとの勝負に勝った。お前はなぜそんなにポケモンをうまく扱えるのだ。グラードンが逃げ出したのには何か訳がある、そう言いたいのだろう。ふん、それぐらい私も分かっていたさ。グラードンがいなくなってしまえばもうこんな山に用はない。私はグラードンを追いかけるから、お前ともここでお別れだな。やろう。どこに消えやがった。そこはどうやって行くんだ。こうか、穴抜けの紐。
あ、ここ戻ってくるんだっけ。まあ普通に、穴を掘るで出よう。いや苦戦したぜ。さあ、あ、戦ってなかったの。まずいまずいまずい。あれ、これ何、持ってるポケモン1体だとシングルバトルになるの、もしかして。初めて知ったんだけど。そうな。初めて知った。え、何年か目にして初めて知った。これで、あ、そうなんだ。自転車で一気に降りてくると怖い。手持ちポケモン1体だとダブルにならないんだ。じゃあエネコ一人旅で行けたよ。うわ、コイルじゃん。マジかよ。シャドボ、よし。シャドボの半減か。マジ万全だな、鋼タイプっての。漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム、不定期生配信ではデッドバイデイライトを中心に様々なゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていてね。登録力おそらく8万5000まで上がるはずだ。バカだ、まさか、まだ上昇している。